まあ大体その千早赤阪村の、その千早赤阪城ね、クスノキが足利を迎え撃った、まあその真っただ中なんですけど、今まあ第一波が終わったところかな。また次やると思いますけど、大体ね、その、まあ、太平記って呼ばれる書物で説明されてた時代っていうのが1370年ぐらいかな。で、その後、まあ、今でいうコロナウイルスを京都に細川家がばらまいた。これが1470年ぐらいかな。100年後やね、太平記の。で、そっからまた、応仁のなんか100年後ぐらいに、まあ、織田と今川が激突した、桶狭間の戦いが1570年ぐらい。100年後やねんな。だから、簡単に言ったら室町幕府言ったら、まあ、200年ぐらい続いたっていうことやねんけど、まあ、足利家はもう、足利義満まで、要するに3代まで。まあ、李系のね、清和源氏も李系やけど、李系やけどね、まあ、イって朝鮮半島で発音する、その李ね、いわゆる、パクリの李の方ね、つまり女真族。要するに、神武天皇の方ね、五津之美の方はパク、岩井公の方は李やね。で、つまり、パクと李合わせて大和民族、ヤンバンっていうね、実は。満州人やけど、まあユダヤ人やねんな。パクの方が、まあ旗とか呼ばれる方で、まあ、秦の始皇帝の方、それはバイカル系のユダヤ人、カバールユダヤ朝ね。で、女真の方がイスラエル系、まあイ、リーね。で、それがアシュケナジーって呼ばれる方ね。で、結局、その、李家のね、政権、天皇家であれ、将軍であれ、三代しか続かへんねん。そういうジンクスがあんねん。だから、女真系の天皇家も、まあ、三代で終わってんねん。まあ、二代かな。三代までしか続かへんねん。二代で終わる場合もあるわな。足利も三代で終わってんねん。じゃ、その後の足利将軍誰って。足利家じゃないねん、実は。あっと驚きやろ。なんでかって言ったら、足利の義満が、大殿、すなわち大君、大王のね、地位に就いたので、日本の端っこに行かなあかんなって。まあ、坊津に、引っ越ししようって。で、坊津で死んで、暗殺してあげたけどね、地域がね。で、本当に、まあ、その末裔が西浦家ね。あ、足利家ね、西浦家って実は。まあ、西浦の浜の名前をね、坊津名前、変えただけやから。だから、細川が西浦の店子やね。だって西浦もともと坊津で、足利家が西浦って名前書いて。なんでかって、その後の足利家は足利家ちゃうからやね。まあ、鎌倉の源氏も3代で終わってるよ。その後は源氏でも何でもまあ、中富家が大体、鎌倉将軍をやってたわけね。まあ、そんな感じなんで、まあ、足利幕府って言ってもね、まあ、武士たちの連合政府。それは鎌倉幕府もそうやで。江戸幕府だけが、やたら幕府が強かったけど、あれもやっぱり武士たちの連合政府やねん、実は。それはご存知やね。植王政権もそうやねんけどね。だいたい200年、200年かかってるでしょ。太平記の時代から、要するに楠木正成がいた時代から、織田信長の登場まで。200年かかってる。で、今まさに、太平記の局面が、まあ、一段落ついて、もう一回あるわね。多分ね。でしょ？で、ただあいつらは、その、ヨハネ黙示録を、一日に何回も全文読めるらしいから、だから、イナゴライダーのシーンが、もう寸秒刻みにあるわけ。だから、すごい勢いで、太平記も、そして、応仁の乱の、その、出来事も、で、織田信長とか、まあ、植王政権、の出来事も一気に彼ら読めるわけやね。すっごい読破力やね。で、一日何回も読むから何回も来よんね。
それもうせせこましいやつらね。なんでか言ったら、まあ、穀物過多。穀物摂取しすぎ。つまり、スズメの脳みそ。スズメの心臓やね、奴ら。実は。だから、気弱いよ。ただ、虚勢はあるよ。鳥やから。スズメといえど鳥やから。可愛いけど。でも、虚勢はあるよ。スズメのガタイ、ガタイか。スズメの大きさじゃなくなったら、スズメもめっちゃ威張ろうとするんだよ。あの大きさやと可愛いけどね。で、スズメも分かってるから可愛く振る舞うけどね。所詮鳥やから、人間サイズになったら、やたら、威張ろうとしよう。鳥としなる意見になる。説教しようとしよう。とにかく説教ありきやねん。説教せなあかんことができて、いやいやしてるんちゃうの、うちみたいにな。まあ、うちもその旧暦ではな、代理母から生まれたのはね、鳥年になるけど、せやけど、受精卵ができたの先生やからね、うち。1945年からまた、何年か調べとくわ。ね、ほんまやったら、ほんまやったら1945年に生まれる予定やって。それが1970年に生まれた。つまり、1945年に生まれる予定が昭和45年に生まれたっていう、そういうふうな、まあ、因を踏んだわけね。因を踏んだというかね。数比学、数比術ですわ。で、結局、まあ、杉留さんのチンチンが取り付けられたのが、まあ、だいたい1月1日っていうわけで、で、だから代理母の母から生まれたのを1月1日ってことに、まあ、したみたい。ほんまはどうも、1940年の6月30日ぐらいに代理母から生まれてるみたいやけどね。ちょっと調べようがないね、今。で、まあ、こっち来てるしね。母はとぼけるしね。ただ緑色の光っていうのをね、うちが生まれる前にね、石の石棺から緑色の光である人物が立ち上がってきたって。あれはお釈迦さんに違いないって母が言ってたけど。門倉先生の著作にもそういうシーンやたら多いし。まあまあまあ、セルマなんかもしないし、セルマやったらもうお釈迦さんなんですけどね、別に。びっくりもしませんよ、セルマやから。どうせね、銀芸のね。ただ緑の光っていうのを、その、やたらその、石っていうかもうおかん、死ぬイメージ。まあ英雄が死ぬイメージ、緑の光。っていうのはもう盛んに門倉先生使うから。門倉先生の前世言ったらカルディア皇帝やからね。カルディア天皇。世界初の天皇は東ペルシャのカルディア天皇やん。今の天皇家なんか全然関係ないね、実は。偽天皇家、今の天皇家はね。まあ、そういうわけで、偽の天皇家を教科書を信じるあまり、皆さんご招待時に金儲けのネタにしてあるんですけど、まあ、いわばね。でしょ？で、だからもう、源氏なん、清和源氏。鎌倉の幕府とか、足利とか、もう全部偽物やん。パチモンやな、奴ら。パクリモンやんか。パクってきよってね。で、パチモンやな、奴ら。実はね、まあ、知ってると思うけどね、先住民の。本家先住民のね。いろんな先住民が8000万人おるからね。圧倒的多数やからね。圧倒的多数が、えらい迫害されてるでしょ。経済的にしか、まあ、職業的にね。でしょ。それは皆さんも、ブーブー怒ってある。事実でございます。その理由はこういった真実があるわけです。裏にはね。で、まあ、要するに、うちがおる時まで、その、けしからん大和民族を残しとく予定にしてんて。で、まあ、いいよね。なんでかって言ったら、うちがゲートストーリーちゃんと書かれへんから。うちが生まれる前にも、あいつら排除できてんけど、それやったらうちゲートストーリー書かれへんでしょ？あいつらを排除するようなストーリー書かなあかんのに。あいつらおらんかったら書かれへんから、だからうちがゲートストーリー書くときには、大和人がいいよんねん。そういうふうにしてんて。ほんま、あの奴らってさっさと排除できんねん。うちのエルメス、フリーメイソンはね。そうでしょ。実力差が圧倒的になるけど、わざと残しとってんて。しゃあないやん。あの歴を弾くためのゲートストーリー書かなあかんねんから。フローチャート、ゲートストーリーうちがな。だからまあ、この運びになったそうです。まあ、そんなわけで、まあ、連中はスズメの脳みそやから、その、大兵器から、応仁の乱、そして、桶狭間の戦いぐらいまで、あっという間に一日でやりよるでしょ。どんだけ、速読法を身につけとんないやつら。さすがスズメ、トゥ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 みたいな。うちはのんびりやから、うちのペースと全然歯車合わへんでしょ、やつら。だからうちと合われへんな、やつら、全然。しゃあないわな。タイム感がちゃうちくすね。タイムスパンが違うか。
こんな歯車がちゃうから、噛み合わへんやん、もう。間に何の、その、調整の歯車もないから。まあ、コロナウイルスに関しては、去年から日本ではね、出てきよったけど、まあ、こういう、応仁の乱の、ちややかさがごっこいうのは、大阪おる時からやってるし。で、それは、ジルと結婚した後の、あの、タワーマンションの2階の時もそうやけど、もっと前からね。ずっと前から。まあ、生まれた頃は意識してなかっただけで。まあ、相当前から。ちはやかさがごっこやってるから。まあ、大平記のその時代っていうのは結局どのくらい続いたんかな。また調べとくわ。その南北朝動乱。相当長いこと続いとんね、あれも。鬼の乱は11年間やって。じゃあ、こんなに11年間。大変やな。まあ、鬼の乱の最初の頃に、健康、細川がばらまいたわけちゃうから。負けそう、山田に負けそうになった細川が西陣に健康ばらまきよって、四国の健康ね。だから、それとどのぐらいか、また調べておきます。